で何か言ってください。何か、はい、どこ活動報告です。活動報告、はい、2023年の関東太極波動団は、すいません、ちょっとねレベル上げて、ね、レベル上げて、そして、まあ、またレベル高いまた後輩を作って、さらに、先輩たちももっとレベル上げて、通るも、ゼロ化通すのも波動を通すのもちょっと圧倒的な次元にね、この1年で、ね、行きたいです。じゃあ、最後に世界中の父親に向けてお願いします。世界中の父親、はい、一応この地球上今ね80億に向かってるんですけど、ということは40億が男ってわけで、はい、いつかね父親になったりならなかったりすると思うんですけど、やっぱりそのなんか、ね、男性性っていうのはおそらくね、なんかこういろいろ 口でなんか指導するとか、ね、とか言うよりも多分ね背中で見せるパターンじゃないかな。あ、父ちゃんあの時こんなことしてたなとか、あ、父ちゃんこういう時に使ってたなとか、父ちゃんこんな時かっこ悪いと思ったな、でも父ちゃんでもこういう時でかっこいいと思ったなみたいな、いいことも悪いこともちゃんと背中で見せてあげるっていうかっていうのがなんかこうお父ちゃんとしていいんじゃないかなって。生き様みたいなものですか。そうですね、絶対 言わないですからね。ああ。だって言っても知らないでしょ、言ってもどうせやらないし、聞いてないし、俺だって親父の話も聞いたことないし、でも親父の生き様見てて、やっぱりね、88年ね、去年、おととし、かっこいいな、死ぬ時にはかっこいいな、本当よく頑張って、よくね、誠実に行って、やりきった人やなと思った、かっこいいな、まあ、これ、親父に追いつけ、追い抜けしたいなと思った。やっぱりそのね、お父ちゃんになる人、もしくは、まあ、そういうね、後輩でもいいですよ。それをなんかこうね、自分がなんか伝えないとあかん人ができた時に、まあ、やってみせて、しかもそれがいいことだけじゃなくて、悪いことも別にその人の勉強になるわけで、こいつかっこ悪いなと思われるのも、その人をプラスだと、反面教師っていうか、だからどっちでもいいと思うんですよ。ただ理屈で解くよりもちゃんとやってみせるっていう。で、なんか理屈でいろいろ言うのはもうお母ちゃんに任せた方がもういいと思う。だってお母ちゃん理屈で解かれてもおっぱいもらってご飯作ってもらって洗濯してもらっておむつ買いもらってたら結局言うこと聞くのはしゃあないんだよ。どんだけ理屈が間違えてると思ってても結局お母ちゃんの手のひらの上なんで、子供なんかお母ちゃんもできないのよ。でもお父ちゃんは何言ってんのおっさんって思うんですよ。なので見せるしかないじゃん。っていうのが、まあ、まあ世界のお父ちゃんそうあったらかっこいいんじゃないかな。かっこ悪いのもかっこよく最終的にかっこよくなるんじゃないかな。それが関東波動団のお父ちゃん像。お父ちゃんっていうのだって絵頭今めっちゃかっこいいですよ。かっこいいですね。かっこいいですね。びっくりした。あんなね、いや、やり通してるんですよ。あのキャラをやり通したのはなんでかってこと全部説明できるんでかっこいいんですよ。でそれを全然初めは説明しなかったんですよ。でもやっぱりそのね、生徒とか自分の後輩たちができた時にちゃんと説明できる自分だったんですよ。やりきったから。はね、だからね、かっこ悪いのも最終的にやりきったらかっこいいんで、だと思います。じゃあそれを要約して要約すると、はい、やさかはい、ありがとうございました。